はい、どうも皆さん、こんにちは。グランリングチャンピオン1へ、とんでもないグランに当たって、とてもとても、おったまげております。グラグラジングのー、ケースキリキグのー、ケースケです。ブーということで、グランリングチャンピオン1でね、今ね、すごいクラに当たっておりまして、はい、こちら、キングオブ BD、まあ、有名なのかどうかわかんないんですけども、っていうクラに当たっておりまして、で、このね、このクラ、今現在ね、チャンピオン1ですね。はい、ね、私、たち、ケースケチーフ、ちょっとね、残念ながら、今ね、ちょっとね、攻撃しそうなんですけども、あのね、この、今のところにチャンピオンリーグ1、あとマッチングで、7クラン中で1位なんですよ。1位なんですけども、あの、前回取ってきてはいるんですけども、その前回がね、あの、びっくりするのが、ほぼほぼ、納金のライドラッシュで、前回取ってきてるんですよ。ちょっと、リプレイ見てみましょうか。ちょっと、砂ミリさんの、リプレイになるんですけども、はい、こちらをね、ライトニングドラゴン編成で、前回取られまくってるんですよね。で、しかもね、めちゃくちゃうめえなっていう感じではなくて、なんか後からじわじわと伸びて、で、前回を取られるっていうパターンがね、ほとんどなんですよ。ほとんどで、取られておりまして、で、かつ、こんな納金でなんで取られるんだっていうね。で、これとかもほぼほぼライティングドラゴン、なんかいなくなっちゃってるのか、後からヒーローが伸びて、で、前回は取られてるっていう、そんなパターンがね、めっちゃ多いんですよ。なんでこんな、ライトニングドラゴン、納金な感じで取られるんだっていうのをね、考えたところですね。あの、いくつかね、理由が見つかりました。なので今回ですね、今ね、アップデート後のライトニングドラゴン編成、これめちゃくちゃ強いんじゃねえか、強いっていうね、その理由、こちらね、お送りしていきたいと思います。なので、毎日クラクラ動画ね、更新していきますし、クラクラ実況メインで日本人初の登録者10万人目指しておりますので、ぜひともチャンネル登録お願いいたします。ということで、ね、早速なんですけどもね、そちらのライトニングドラゴン編成が強い理由、こちらをね、お送りしていきたいと思います。はい、じゃあね、そしたらね、リプレイですね、もう一回ね、他のね、クラメのリプレイ、まだクラン リーグね、何日か残ってるんで、ひょっとしたらね、他の敵クランの方が自分の動画を見て配置バレしちゃうっていう可能性もありますんで、とりあえず、スナメリさんの配置だけのね、リプレイを見ていきながら、こちら、ライトニングドラゴンが強いっていう理由、こちらね、お送りしていきたいと思います。まず一つ目、ライトニングドラゴン編成が強い理由、まず一つ目、こちらね、もうね、誰でも予想つくとは思います。まあ、キャンプが300枠に増えたんですよ。増えたことによって、デフォルトのライトニングドラゴン編成、だいたいライドラ7体のバルーン12体ぐらいの、感じでね、やってたんですよ、キャンプでね。なんですけど、キャンプが増えたことによって、8体に増やすことができました。これはまあ大きいですし、誰でもわかるような理由ですよね。で、2つ目、これが肝心です。これがマジでかくて、何が変わったかっていうと、ライトニングドラゴンアップデート後ですね、なんと、ライトニングドラゴンのチェーン入っていきますね。そのチェーンが、最大 HP の高い施設にダメージが入っていくようになりました。これがね、めちゃくちゃ大きいですよ。これね、日本代表のクイーンウォーカーズ、クラクラ世界選手権の猫年も出場するね、日本代表のクイーンウォーカーズリーダーのユタが、これ弱体化なんじゃねえかなって言ってまして、なんでかっていうと、チェーンが、タンクに座れちゃって、対空砲を壊しきれないんじゃないかなっていう、ね、ある意味弱体化なんじゃないかなっていう、こと言ってたんですが、違うんですよ。あのね、気づいたのが、あの、最大 HP の高い施設にチェーンが入っていくって言いましたね。対空砲にはもちろんチェーンが入んないんですよ。チェーンが入んないんですけども、皆さん、対空砲以外にもめっちゃ怖い施設ってありますよね。それが、タウンホールとか、インフェルノタワーとか、投石機とか、イーグル砲なんですよ。いきますよ。HP 見ていきましょうか。まず金庫とかの HP ですね。はい。こちら。3300。エリクサータンクも同じで3300。で、ダクエリタンク見ていきましょうか。ダクエリタンクに関しては、まあ、3800。ちょっと高いんですけども、3300ですよね。これが、怖い施設。まずはですね、投石見ていきましょう。3500で、エリクサータンクや金庫よりも、HP 高いぞ。さらに、イーグル砲か。イーグル砲見ていきましょう。イーグル砲に関しては、5200。めちゃくちゃ高いですよ。で、タウンホールにはね、もう見なくても分かると思いますが、8200で、もう、ライドのチェーンが、入りやすくなって、HP の高い、怖い施設を壊しやすくなってるっていう、そういう理由になるぞ。で、かつ、インフェルノタワーも3300で、エリクサータンクや金庫と同じなんで、まあ、一緒に並んでたら、まあ、他の施設とか、
比べてね、他のね、防衛室、まあ大砲とかさ、怖くないわけじゃないですか、ライトニングドラゴンからしたら、とかよりも優先してマルチ、インフェルタワーとか投石機、イーグル砲、そしてタンホールにダメージが入りやすくなっているっていうことで、めちゃくちゃ壊しやすくなってんですよ。で、そこでね、おいおい、ケースケのクセ野郎と、で、まあ、HP の高い伝説ね、壊しやすくなったとはいえ、対空砲、壊しにくくなってんじゃねえかと。HP 見ていきます。HP が1500なので、まあそうですね、新レベルのアーチャータワーとか、あとはボムタワーとかよりも、HP は少ないんで、チェーンは入りにくくなってるんですよ。入りにくくはなってるんだけれども、対空砲壊しにくいじゃねえかっていうことなんですけれども、ただ、今の現状ですね、今の環境、対空砲って外側にあって、ババキンや着衣とかで、対空砲を折りやすくなってるし、で、最終区画に関しては、ロイヤルチャンピオンで、壊しにくくなったりとかしてね、対空砲。結局、対空砲って壊しやすい位置にあってるんで、そこまで怖くはないし、かつ、フリーズも積んでることによって、まあ、とりあえず、対空砲壊しにくかったらフリーズで固めておいて、で、あとはね、ライトニングドラゴンにチェーンをね、令状かけていけば、怖い施設、主要施設を壊してくれていけるので、だから、ライトニングドラゴンが、伸びやすくなってるんじゃないかなっていう、そういう持論ですね。だからこの、クランにギリギリながら、ミナミさんとかタナティさんとか、スナメリさんとかも前回取られてるんですよ。こういうね、途中でライトニングドラゴンもうめっちゃ死んでるんだけど、チェーンで主要施設壊しまくってくれて、で後からヒーローが伸びやすくなってるっていう、そんな環境を作ってるんですよ。これがね、ライトニングドラゴン編成の強いところなので、なので今回ですね、ちょっとマルチの方でね、ちょっと早速実践とかの方やってみたいなと思います。さあ、そしたらここちょっとやってみましょうかね。どっから行こうかな。エアスイがまあとりあえず上の方向向いてるんで、下に、下からちょっとやっていきましょうかね。ああ、あとはババキンとかもどうやって使っていこう、どうやって使っていこうかな。まあ、とりあえず、まあ、ちょっとババキンちょっと壁殴らせておいて、開けてもらいましょうか。で、あ、そうそうそう。で、あとね、強くなった理由の一つとしては、あれなんですよね。さっき天才ラバルとか、あと天才ネクロマンサー編成が、すごいめちゃくちゃ増えたんですよ。増えたことによって、インフェタワーが、マルチインフェが増えたこと、まあ、これ今回3本ともね、シングルインフェなんですけど、シングルインフェなんですけど、マルチインフェがすごいめちゃくちゃ増えたなっていう、そういう感じ。やっぱ天才ネクロマンサーの数でゴリオスケがめちゃくちゃ増えたことによって、そういうね、マルチインフェが増えたっていうのと、あと対地クロスもね、ちらほらやっぱり見かけるじゃないですか。見かけるようになったっていうことによって、で、それによって、ライドラー編成がやっぱ強いのかなっていうふうに思いますね。で、トーも使っていってからの、最初はちょっと貯めていこうかな。貯めていってからの、さあさあさあ、ここからトーもかけていってバルーンたちにしっかりとね、で、あとは突撃艦を入れてってあげていきながらの、さあ、これチェーンがめっちゃ入っていくんですよね。チェーンが入っていくことによって、どんどんですね、ライトニングダウンとかもしっかりと落としていってくれるし、で、かつ、ああ、ちょっと爆破が入って痛いですけど、さあ、フリーズも使っていきながらの、こっちもフリーズ使っていきましょう。どんどんチェーンを入れてってもらっていけば、さあ、これによってどんどんライトニングドラゴンがめちゃくちゃバチクソ、ロイヤルチャンピオン使ってないですからね、これロイヤルチャンピオン使ってないにもかかわらず、こういう風に怖い主要施設をね、どんどん壊してくれるっていう、そういうメリットがあるぞ。で、まあロイちゃんがで、これで、対空砲をね、壊してもらっていきながら、はい、こんな感じでね、面出しでいけちゃうんですよ。面出しで取れちゃってね、バチクソ簡単に全開取れてしまう。これがね、今ライトニングドラゴンが強いんじゃねえかなって思う理由の一つなんですね。で、この動画見かしてもらっても分かると思うんですけど、どん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  HP の高い施設壊してくれて、で、さっきみたいにフリーズでどんどん対空砲だけ固めていけば、ライトニングドラゴンがこういう風に残ってって、で、怖い主要施設をね、チェーンで壊してって全開まで持っていくっていう、そんな形なんですよ。ね、これもね、ちょっとね、ライトニングドラゴンほとんどやられちゃって2体しか残ってなくてね、ちょっと自利品な感じになってしまったんですけれども、この伸びやばくないですか。なんか今までのさ、ライティングチェーンの法則ってよくなんかわかんない感じだったじゃないですかね。なんかなんでこっちの方にチェーンが入るんだろうってわかんなかったんですけど、チェーンが入る、ルートの予測ができるようになったんで、それによってね、サイドカットとかでも、ライティングドラゴン使いやすくなった上に、本体としてもね、使いやすくなったっていう、そんな形になってるんですよね。ちょっともう一回やってみましょうか。
さあではねラストにここちょっとやってみましょうかね。突撃感セットしておいてババキンでこっち方向カットしていきながらの、まあ、ビビアでエサでカットですねやっていきましょう。でこれである程度施設のカットをしていってもらいながら、まあ、あちょっとここの対空を狙っちゃおうか。対空を狙っちゃったりとかしてでどうこれババキンがうまいから対空を追ってほしいな。対空の方に向かえ頼むお願い。あこれエリポの方に向かうこれあダメだ向かなかった向かなかっただけ。でもまあこれによってアチャクリとかもつけた。もうちょっとクリというクロークでババキンの処理を早めていってあげて、でこれでまあそうだなアチャクリはなんか変な方向にあさっての方向に行っちゃったんでサイドカット用で展開していって、でこれチェーンがねやっぱ水筒とかにも優先的に入るようになったんでこれでもうピスト発動してっていきましょう。で ライドラッシュをやっていきます。でからの、ウォーデンを出していきながらもう初手で塔もかけていってバルーンたちもちゃんとかかるように落としていきます。ちゃんとかかるように落としていくことによってこのチェーンとかねいろいろもろもろ生かしていってもらうっていうそんな形になっていくんですよ。でこれでさあさあさあライトニングドラゴンとかもいい感じに処理の方ですねやっていきながらの、こっち、ちょ怖いんで、しっかりとねフリーズ固めていってあげてウィズットとかもイーグルとかもね固めていってあげながらの、そうですね基本的にはライトニングドラゴン通った後トラップ大体回収できてるんで、であとはこっち裏からロイちゃんを投げていけば、さあもうあとは簡単ですよ。簡単にね、簡単に全開が取れるっていう形。まあ今回ちょっと施設レベル低かったっていうのもあるけれども、こういう感じは面出しでね、なんかいけちゃうっていうのがね、やっぱり最初のサイドカットでヒーローとアチャクイを使って対空を折ったりとかしてあげて、で面を攻めることによってライトニングドラゴンが密集してって、でかつチェーンがねこう入りやすくなってって、効果力のチェーンがどん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 入っていくっていう形になりますんで、いやライトニングドラゴン対策とかもこれから必須にやっぱなってきますよね。だってクランリーグであんな攻めでバンバン全開取られちゃうね、こっちもたまったもんじゃないですからね。はい、ということで今回はクランリーグチャンピオン1でね、ノーキーナイトラッシュでこんななんでこんな全開取られるんだろうっていうね、動画ですね。で、かつですね理由をね考察してねお送りしていきました。まあ果たしてこれがね本当に弱体化かどうかはねちょっとわからないですよ。実況かなんかはちょっとわかんないですけど、でもこんな取られて、でかつチャンピオン1の1位を取られてるっていうのでね今回、動画にいたしました。はい、なので皆さんもねよろしければ今ねライトニングドラゴン編成強いかもしれないんで、ぜひぜひねやってみてはいかがでしょうか。でこれからもねクラッカー動画毎日更新していきますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。